142番です。この絵は原点を握るときにちょんと水面を揺らした輪がここまで広がっているという絵です。で現在は、20センチ 0.2 メートル右側にいるんですが、この少し手前で出した音がこの輪まで広がっているということです。輪は全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個。だから10回叩いて次叩く直前、今 P に行って叩くところというところですね。10回叩きましたから1秒間5回ですから2秒経っています。原点 O から今 P までは2秒経っています。その間に波はここからここまで、ここからここまで40センチ進んでいますから、1番水面波の速さラージ V は T 分の X は2秒間で 0.40 メートル進んでいますから 0.20 メートル毎秒。これが水面波の速さです。2番この音源の速さは V は時間分の移動距離、2秒間同じく2秒間に O から P まで20センチ 0.20 メートル進んでいますから、速度は 0.1 メートル毎秒。水面波の、水面波水を伝わる波の方が音源よりも速いということです。3番です、9の1、後ろ側ですね。9の1で観測され、ここに耳があるわけですね。止まっています。この位置で観測される振動数を求めましょう。音速音速ですが、ここは水面波の速さ、水面波の速さから引き算引き算。上はオブザーバー止まっています。音源が、これは音源から観測者に向かってこちらがプラスです。口から耳へプラス。で、音源は右へ 0.1 で進んでいますから、この速度はマイナスになります。プラス 0.1。本来の音は、毎秒5回、これ F が 5Hz という意味です。5イコール、0.3 分の 0.2 ですから、3分の2、3分の10ですね。だいたい 3.33Hz という低い音程、 5Hz よりも低い音程、低い振動数が Q で観測されます。